我れ。何時は我れ。なら扉を開く。おやすみなさい。行こう。
逆さにぶら下がってたって何なの？やばくない？処刑とかそういうアピール？怖すぎ。死体見つけたの3年の小西って人らしいよ。先輩が言ってて。よう、あのさ、その大したことじゃないんだけど、実は俺昨日テレビで、やっぱその今度でいいや。花村、噂聞いた？事件の第一発見者って小西先輩らしいって。だから元気なかったのかな。今日学校来てないっぽいし。あれ、ゆき子、今日も家の手伝い？今ちょっと大変だからごめんね。なんか天城、今日特別テンション低くね？忙しそうだよね最近。ところでさ、昨日の夜見た？え、いや、まあそのお前はどうだったんだよ。見た、見えたんだって、女の子。けど運命の人が女ってどういうことよ。誰かまでは分かんなかったけど、明らかに女の子でさ、髪がねふわっとしてて肩ぐらいで、うちの制服で。それもしかしたら俺が見たのと同じかも。俺にはもっとぼんやりとしか見えなかったけど。え、じゃあ花村も結局見えたの？しかも同じ子？運命の相手が同じってこと？知るかよ。でお前は見た？お前が見たのも同じ人っぽいな。しかし妙な声ってのはともかく、テレビに吸い込まれたってのはお前動揺しすぎ？じゃなきゃ寝落ちだな。けど夢にしても面白い話だねそれ。テレビが小さいから入れないってとことか変にリアルでさ、もし大きかったら。そういえばうちテレビ大きいの買おうかって話してんだ。へえ、今買い替えすげえ多いからな。なんなら帰りに見てっか。うちの店、品揃え強化月間だし。見てく見てく、親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。ちょー、はい。だいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそうなのとかな。でか、しかも高っ。こんなの誰が買うの？さあ、金持ちなんじゃん。けどうちでテレビ買うお客とか少なくてさ、この辺店員も置かれてないんだよね。ふん、やる気ない売り場だね。ずっと見てられるのは嬉しいけど。やっぱ入れるわけないよな。寝落ち確定だね。だいたい入るったって、今のテレビ薄型だから裏に突き抜けちまうだろう。てか何の話してんだっつの。で里中、お前んちどんなテレビ買うわけ？とりあえず安いやつって言ってた。おすすめある？こちらなどいかがでしょうか。お客様、この春発売されたばかりの最新型で。ちょっ、ないじゃん。ゼロ1個多いだろって。てかまずお前の安いがどんくらいか聞かないと。花村のコネで安くしてよ。そんならここで買うからさ。そういうのは無理だって。じゃあこっちとかどうだ？展示品でちょっと古いけど、これなら。そういやさ、お前んちのテレビって。何？どうしたの花村？あいつの腕刺さってない？うわっ、あれ最新型？新機能とか どんな機能？ねえよ。嘘、マジで刺さってんの？マジだ、本当に刺さってる。すげえよ、どんなイリュージョンだよ。で、どうなってんだ種は？
バカ、よそって何してんだお前。すげえ。中って何？空間って何？広いって何？っていうか何？やっべ、びっくりしすぎて漏れそう。は？漏れる？息どきなくて我慢してたってか。あ、ダメだ、漏れ、漏れ！客来る、客、客！え？ちょ、ここに半分テレビに刺さった人いいんですけど！どうしよう！なあ、ちょっと、待っ！ケツの財布がダイレクトに。もう何なの一体。何ここ、ジュネスのどっか。なわけねえだろ、だいたい俺たちテレビから。つうかこれ何がどうなってんだ。ねえ、何なのこれ。若干ケツが割れた。もともとだろうが。お、な、何、ついに漏らした。バカ、見てみろって周り。これってスタジオ？すごい霧じゃない、スモーク？こんな場所、うちらの町にないよね。あるわけねえだろ。どうなってんだここ。やたら広そうだけど。どうすんの？な、何言ってんの？とにかく、一回帰ってさ。あれ？私らそういや、どっから入ってきたの？出れそうなとこないんだけど。ちょ、そんなわけねえだろ。どういうことだよ。知らんよ、私に聞かないでよ。いやだ、もう帰る、今すぐ帰る。だから、どっからだよ。で、出口な、そうだよな。冷静に、冷静にな。とりあえず、出口を探すぞ。ここ、本当に出口とかあんの？現に俺ら、ここにいるんだ。ってことは、入ってきた場所があるはずだろう、絶対。それはそうだけど。てか、なきゃ帰れないだろう。とにかく、調べようぜ。何ここ。さっきんとこと雰囲気違うけど。建物の中っぽい感じあるけど。くっそ、霧すごくてよく見えねえ。大丈夫？帰って遠ざかってたりしない？わかんねえよ。けど、ある程度噛んでいくしかないだろう。そうだけど。この辺ちょっと霧薄くない？県外か。ま、当然か。さっさと行かないでよ。よく見えないんだから。え？何ここ？行き止まりだよ。出口なんてないじゃん。見た目も気味悪くなる一方だな。つか、もう無理だぜ。俺の暴行は限界だ。ちょ、花村、何してんの？
出さなきゃもらんだろうが。そこでやんの？勘弁してよ。みんなよ、見られてっと出ないだろ。出ねえ。暴行炎になったらお前らのせいだぞ。知らねっつの。にしても、なんなのこの部屋。このポスター全部顔ないよ、切り抜かれてる。めちゃめちゃ恨まれてるとかってこと？この椅子とロープ、あからさまにまずい配置だよな。輪っかまであるし、これスカーフか？ねえ戻ろう。さっきんとこ戻ってもう一回出口探した方がいいよ。なあ、あのポスターってさ、どっかで。いいから行くよ。もうやだこんな場所。それになんかちょっと気分悪い。そういや俺も。わかった、戻ろう。なんかマジ気持ち悪くなってきた。やっと戻ってこれたよ。って、何あれ。なんかいる。何これ、猿じゃない、クマ。何なんだこいつ。君らこそ誰、クマ。喋った。誰よあんた。やる気。そんなに大きな声出さないでよ。ここ、名前なんてないクマ。僕がずっと住んでるところ。ずっと住んでるところ。とにかく君たちは早くあっちに帰るクマ。最近誰かがここに人を放り込むから、クマ迷惑してるクマよ。は？人を放り込む？何の話だ。誰の仕業か知らないけど、あっちの人にも少しは考えてほしいって言ってんの。ちょっと、何なわけ？いきなり出てきて何言ってんのよ。あんた誰よ、ここはどこよ、何がどうなってんの。さっき言ったクマよ。とにかく早く帰った方がいいクマ。要はここから出てけってんだろ。俺らだってそうしたいんだよ、けど出方がわかんねえっつってんの。ムッキー、だからクマが外に出すっつってんの。だからわかんねえな、出口の場所がわかんねえっつってって。え？だこりゃ。テレビ？どうなってんの？さあ行って行って行ってクマ。僕は忙しいクマだクマ。いきなり何？うわ、ちょ、無理だって！な、押すなって！あれ、ここって…戻ってきたのか？ただいまより1階お惣菜売り場にて恒例のタイムサービスを行います。今夜のおかずにもう一品、ジュネスの朝取り山菜セットはいかがでしょうか。ヤングもシニアもお見逃しのないようお得なタイムサービスをご利用ください。げ、もうそんな時間かよ。結構長くいたんだ。そうか、思い出した、あのポスター、ほら見ろよ、向こうで見たの、あのポスターだろ。何よいきなり。本当だ、あれだ。さっきは顔なくて分かんなかったけど、ヒイラギミスズだったんだ。
最近ニュースで騒がれてるよね。旦那がこの前死んだ山野アナと不倫してたとかって。おい、じゃあ何か？さっきのわけわかんない部屋、山野アナが死んだ件となんか関係が。そういやあの部屋、やばい輪っかがぶら下がってたりしたけど。うわー、やめやめ、おいやめようぜこの話。つか今日のことまとめて忘れることにするね俺。なんかもうハート的に無理だから。うん、なんか寒くなってきた。気分も悪いし帰ろう。おう、おかえり。まあ知らんとは思うが、小西咲って生徒のこと何か聞いてないか。ああ、そうなのか。実は行方がわからなくなったと連絡があってな、うちの連中で探しているんだがまだ見つからない。仕事が増える一方でな。次は霧の町に今も暗い影を落としている事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが変死体となって見つかった事件。被害に遭う直前の山野さんの行動ははっきりしていませんでしたが、地元の名所として知られる天城屋旅館に宿泊していたことが警察の調べで分かりました。一人での宿泊だったということですが、昇進旅行といったことだったんでしょうか。ああ、天城屋旅館、あそこの温泉はね、いいですよ。おかみの高校生の娘さんが働いてるんですが、この春にも後継ぐかって噂がありましてね。そしたら現役女子高生おかみですよ。いや、僕もまた行きたいな。なるほど。では続いて気象情報です。雨足はだんだんと弱まってきました。事件のあった稲葉市周辺などではこれから朝にかけて霧が出やすいでしょう。視界が悪くなります。車の運転などの際は十分な注意を。ラーメンもういい？まだ早いだろう。風邪か？いかんな。新しい環境で疲れが溜まってるんだろう。ナノコ、薬。薬飲んだら今日はもう寝ろ。